純白の夜は、三島幸男の三作目の長編小説。既婚者同士の恋と、その駆け引きの心理を高画で霊利なタッチで描いた、恋愛小説。純粋なヒロインの悲劇的で、不条理な結末までの愛と苦悩が繊細に、綴られている。1950年、雑誌、婦人公論1月号から10月号に連載された。三島にとって、 初の長期連載物である。単行本は同年12月20日に中央公論者より刊行された。発表の翌年1951年8月31日には小暮道を主演で映画も封切られた。映画には三島もエキストラで出演している。文庫版は1956年7月30日に角川文庫で刊行された。翻訳版は 中国で行われている。昭和23年の秋、ある茶会の帰り、22歳のムベは、銀行員の35歳の夫、村松つねひことその同僚、沢田と3人で、ドラクロアの良いデッサンが出ているという有楽町のエスガローに立ち寄った。エスガローは、つねひこの父の代から、村松家と関係のある画商であった。デッサンはすでに売約済みとなっており、 買ったのは、常彦の学友であったくすの木であった。くすの木は、仕事の取引で常彦と、再び連絡を取り合うようになっていた。くすの木が、ドラクロアのデッサンを店に、渋谷の村松家にやってきた。常彦の帰宅時間が予定より遅くなり、折からの雨で、女中は駅まで常彦を迎えに出ていった。ムベと、くすの木は応接官での二人だけの短い初対面の、 間に、心の中で惹かれ合った。次の土曜日に、草の芋と断尺亭で行われる、ダンス教室の勝負党会にクスノキも招待されていた。ダンスの日、クスノキは遅れてやってきた。パートナーを連れていないクスノキと、ムベは踊った。クスノキは、積極的にアプローチし、ムベのハンドバッグに恋文を入れた。帰宅後、ムベはそれを読み喜びでいっぱいになったが、夫に、 それを店返事は書かなかった。一ヶ月後の紅葉の季節、楠木の川口湖の別荘の集まりに、村松夫婦も招待された。楠木はムベに、またアプローチした。帰郷し、約束の待ち合わせの店にムベはわざと偶然を装い、夫を伴ってきた。父親が、追放令に該当し東京の家を売却したため、生活に困窮していた独身の沢田が、 村松家に一時、曲がりすることとなった。ムベは初めそれに反対だったが、次第に、デリカシーや、皮肉のない沢田に逆に話しやすさ、心やすさを感じた。正月の年始の挨拶が寺に常彦と、ムベ夫婦は、麻布にあるクスノキの家を訪ねてみた。クスノキの妻、由良子は、病身で寝たり起きたりの身であった。ある日、ムベは夫に聞かれ、 クスノキに呼ばれてに、三度会ったことと、すぐ逃げてきたことを告げた。しかしムベは、次第に、クスノキの推しに屈し,し、接吻を交わすようになっていた。ムベはクスノキを愛していたが、最後の一戦は許さなかった。スネヒコは銀行へクスノキを呼んだ。スネヒコは、クスノキの会社への融資を止めることを告げ、妻からクスノキへの別れの手紙を渡し、公私ともに、 クスノキと絶好をすることを言い渡した。ムベは、当初、ほがらかさを装っていたもののクスノキと会えない空洞があった。そして夫の出張の時に、沢田と人よを共にしてしまった。沢田から、そのことを聞いたクスノキは傷つき、ムベに手紙を出した。二人は再び、密会するようになった。ムベは、クスノキの疑惑を解き、自分の真心を何とかして、 楠木にわかってもらいたいと思った。二人は、ムベが、鎌倉の親戚のつやに行く前の短い間にも、駅であった。ムベは、つやの後、実家に立ち寄った折に、妹、つゆが、いつも、おまじないのように持ち歩いている、青酸狩りを何気なく自分のバッグに入れてしまった。つゆ明け間近の日、楠木は、ついに強引にムベを、 鎌倉の大木がやつの懐風園という宿へ連れて行った。風呂の後、ムベは家に電話を入れるというと、クスノキは全責任取るから自分と一緒にいることを常彦に告げるように言った。しかしムベは女中に鎌倉の親戚の家に泊まると嘘をついてきった。それを聞き起こったクスノキは黙って、ムベを残し、宿を出て行った。明くる朝、クスノキが宿に戻ると、 警官や泣いているつねひこがいた。無部は服毒自殺していた。無部は死ぬ前の夜中の3時に、夫へ電話をかけ、あたくしくすのきさんを愛しておりますの。それなのに、くすのきさんはあたくしを、おすてになったの。あたくし一人ぼっちなの。とても怖いの。どうしていいかわからないくらい、ダメなの。くすのきさんはもうあたくしを嫌いなの。迎えにいらしてね。きっと迎えにいらしてねと。 子供のように泣きじゃくっていた。その声は、不思議な鳥の泣き声のように響いていた。三島幸男は、純白の夜の映画化の際に、自作について、筋よりも心理が主になっている小説だと述べている。純白の夜は昨年度書いた作品の中では、自分では一番好きなものです。野心があまり露骨に出すぎた作品には、あるやしさが伴え不物ですが、これには、 比較的それが少ないことが作者自身の気に入る理由でせうしかし、筋よりも心理が主になっている小説ですから、映画化の話があった時は、一体これが映画になるのかと疑問に思いました。心理描写は、持つとも映画の増えてとするところだからです。三島幸男作者の言葉、純白の夜のヒロインの名前は、無べであるが、これは、 三島の初恋の三谷く子の、く子の字と漢字が似ていることから付けられたのではないかと、されている。ムベという名前が、短編、罪人や、後の儀曲、熱帯樹のヒロインにも付けられていることに気づいた、村松剛が、このことについて三島に尋ねた際、そんなことに気がつくのは君ぐらいのもんだよと言い、その後ぼつんと、昔付き合っていた女でよく似た名前のがいたと答え、 それ以上は何も言わなかったという。純白の夜は、単なる女性雑誌向けの娯楽小説ではなく、主人公の男女の、心理の分析と、調達によって、古典的心理小説とも言えると、小坂部元秀は表紙、特に最後の破局への山場の作り方と結末の、シニシズムに注目したいと解説している。アッシゲンエイ・リョウは、クレーブの奥方から、 ドルジェル博の舞踏会に至るフランス心理小説の流れを純白の夜は明確に組んでいるとし、死亡での言う心理のロマネスクを扱った作品であると解説している。また題名はフランス語のラ・ニュイ・ブランシュから思いついたのではないかとしながら、白夜の意味は眠れぬ夜だと説明し、これはこの小説の最後の部分の無べのそれを表しているのであろうと忖度すると、 述べている。小池真理子は、いかに添付の際に恵まれていた作家とはいえ、わずか25歳の若さで、各も緻密で完璧な恋愛心理小説を書くことができるものだろうかと驚嘆し、不倫などの男女の愛憎といった、非属な題材が、一旦三島という作家の手にかかると、その、華麗な文章で、美しい悲劇に仕立てられ、軽蔑すべき、 貴族の中に隠されていた気高い真実を見せつけられるとし、三島はバルザック以上に貴族なものを悲劇に高め続けた作家だと考察している。そして、その心理描写の緻密で完璧な表現力を怪物的才能と小池は表しながら夫を裏切っていないと言い訳しながらもクスの木に惹かれていくムベとムベほどの美しい女を諦めるのは 神に対する冒涜だと考える、クスノキの真理を描く三島の表現方法を以下のように解説している。三島由紀夫は優雅な手裁きで男と女のそれぞれの魂の下下手術を行ってみせる。メスで正確に切り開かれた魂の断面が見えてくる。作品の中に言葉と歌詞たちジ吹きが飛び散る。 それらの表現の、なんと美しく、名跡であることか。小池真理子解説、村松つよしは、ヒロイン、ムベの名前にまつわるものとして、三島が短編、罪み人では、リアカーで、荷物運搬中に飲んだ水が原因で、チフスで亡くなるミッションスクールの女学生、ムベを、妹、ミツコをモデルにし、その、ムベが、主人公の青年の言い名付けという設定となっている。 ことと、ムベに水を飲むことを進めた、同級生が、主人公と夏休みに避暑地で過ちを犯したという、設定で、三島と軽井沢で接吻をした、三谷ニ子コがモデルとなっていることを考察しつつ、儀曲、熱帯樹では、兄と侵入する妹が、ムベという名前で、純白の夜では、人妻の、ムベで登場することから、妹の死と、失恋という二つの主題が、 これらの作品群では混ぜ合わされていると解説している。純白の夜1951年8月31日、風切り。モノクロ1時間46分。当時、高校生だった石原慎太郎は、映画の予告編で、エキストラ出演の3頭が、ダンスパーティーのシーンに出ているのを見て、ああ、これが、記載の顔かと思ったと10回し、野坂昭雪は、 ずっと映画を見ていたが3頭を見つけることができなかったと10回している。ありがとうございます。